生んだ守りから西原町方面に西原町は沖縄本島の中部を占める中上郡の町、那覇市の北東約1 0キロメートルほどの位置にある。沖縄方言で、西は北を意味する言葉であり、西原とは琉球王国の中心であった首里の北に位置することに由来する。西原紛りと呼ばれていた時には、現在の那覇市博、天久、末吉、石峰も、 トウ節説に含まれており、かなり広い範囲を占めていたが、後に那覇市に編入され、1920年にはほぼ現在のような領域となった。1944年5月より、日本軍によって湾岸の埋め立て地に沖縄東飛行場の建設が開始されたが、建設途中で放棄。その後米軍により接取され、西原飛行場として使用されたが後に返還され、 現在は石油生成工場、住宅地、砂糖キビ畑などになっている。そのため、町内には米軍施設は存在しない。なお、沖縄戦では住民の半数が亡くなったと言われている。戦前は稲作が中心だったが、戦後は砂糖キビ産業などが発達し、砂糖キビの名産地となり、以前は新中東産業が保有する県中南部で、 最大規模の政党工場があった。町内には県内唯一の国立大学である琉球大学をはじめ、私立である沖縄キリスト教学院大学、沖縄キリスト教短期大学の3つの大学が立地し、町では文教の町としている。また、与那原町とのまたがる部分においては、中城湾港、マリンタウンプロジェクトが実行されており、新たな土地開発が進んでいる。 かつて、西原町、宜野湾市、中城村との合併計画があり、協議会が設立されていたが、2003年に白紙となっている。沖縄本島中部の東海岸に位置する。17世紀初めの琉球国交極務町によると、西原紛りは、津県など、今より広い範囲に及んでいた。西原町役場球場舎全国規模で見ても珍しい、すぐやるかを設置していた。 3A 西原市、琉球大学西原町内には、鉄道路線は運行されておらず、本町への最寄り駅は、隣の浦添市内にある、沖縄都市モノレール線の手高浦西駅である。手高浦西駅や、那覇市の道線首里駅より、本町行きの路線バスに乗り換えることができる。以前は、県道29号線に沿って本町まで延長する案もあったが、現在はなくなっている。 なお、手だっこ裏西駅よりさらに本町へ伸びる構想もある。戦前は、米原と合わせを結ぶ馬車鉄道が町内を経由していた。しかし、沖縄線で破壊され、現在ではその面影を見ることはできない。現在は、中部環状線の建設を周辺自治体と検討している。西原町内を主に運行するバス会社は、那覇バスと東洋バスである。 町内の奇襲展地としては、那覇バス西原営業所と、流大駐車場、そこを奇襲点とする路線がいくつか運行している。また、那覇市の那覇バスターミナルから、合わせ方面へ行く路線の経由地ともなっており、国道329号を運行している。沖縄自動車道を通る高速バスもあり、町内には、高知バス停が設けられている。なお、上来て、ダコ浦西駅は、 高知バス停からの乗り換え利用も可能な距離にある。一時期、102番、西原普天間線という路線があったが、2004年の那覇バスへの営業譲渡の際に廃止された。なお、2008年9月1日から11月29日の間、西原町乗り合いタクシーバス実証実験が行われた。県内多市で行われた実証実験とは異なり、 一般の路線バス車両ではなく、ジャンボタクシーを使用していた。また、朝のラッシュ時は、小型バスも運行していた。経路は、西原マリンパークを起点として、西原町役場、粉密団地、池田地区を経由し、首里駅に至るものとなっていた。現在は運行されていない。また、中条村コミュニティバス、小三丸バスが、西原町内の流大北口、 ハートライフクリニックに乗り入れている。下表の運行会社の、琉球は、琉球バス交通、沖縄は、沖縄バス、那覇は、那覇バス、東洋は、東洋バスを示す。BT イコールバス高津手町内の郵便は、西原郵便局が受け持っていたが、2006年9月より、浦添市を管轄している。 浦添郵便局が受け持つようになった。郵便番号は以下の通りとなっている。早原町にある東部消防署が西原町、早原町、与那原町の3町を管轄している。西原町には東部消防署西原出張所が設置されている。浦添市にある浦添警察署が管轄している。また、町内に2カ所交番が設置されている。川の画像を ありがとうございます。